どうも、スバタです。炎上系の方たちが結構牽引したと思うよ、 YouTube 界を。まあ中には単なる中傷やるもいるけど、ほんと牽引したと思う。牽引して引っ張ってった5本柱のうちの1個だよ、炎上系 YouTuber たちは。5本柱の一角だと思ってるのね、俺。うん、だから必要だと思うんだよね、炎上系、物申す系って。さ、まあほんとひどいのはダメだよ。うん、その人を傷つけるだけで誰も得しないようなのはダメだよ。ダメだけど、必要悪じゃねえかなと思うよね、炎上系は。うん。だからさ、その、全く筋が通ってないさ、いや、見た目の特徴だけとかを罵るやつとかほんとバカだから、そういうやつらもうバンされても構わないけど、例えばさ、有名な YouTuber が露骨に悪いことをしたにもかかわらず、知名度と信者に守られて、悪さを認めなかったりとかしたときに、炎上系の人がそれはちょっと違うでしょって。正論を持って、ね、本当誰が聞いても大人が聞けば、うん、公平な目で見れば、どう考えてもその人が悪くて、今後活動、行動を改めなきゃなんないよねっていうことを、ね、言ってあげなきゃダメじゃん、誰かが。うん。もう信者はいいんだ、慢性で、本人も全く反省しなかったら、誰かが言わなきゃなんないじゃん。そういう時にやっぱ炎上系の人の動画を見てさ、ああ、まあ、そうだな、まあ、ちょっと考え直そうかなってなると思うしさ。うん。本当にね、信者っていうシステムがダメだよ、もう。システムっていうか、そういう風潮が。もう好きな YouTuber のことは何でも慢性だからさ。そういう時やっぱ公平な目で見てさ、うん。正論を持ってして、これは良くないんじゃないのって、キッズたちにさ、教えてあげる方たちがいて、まあ、変な話さ、先生だよね。うん。教師みたいな、方が必要なんで、目の曇っちゃった信者の目を覚ます強烈な一発をぶちかましてくれる炎上系って必要なんだよ、やっぱ。うん。かといってやっぱ迷惑損とかダメだよ。うん。全く理にかなってねとかさ、あいつはブサイクだ、ブスだとか、そういう、全然理にかなってね、筋が通ってね、これっぽっちも筋と信念が通ってないものはダメだけど、うん。やらかしたことに対して、ね、全く本人反省しない、うん。信者も慢性、そこに一発、冷や水をぶっかける方は必要だと思ってるからね、俺は。うん。だからね、うん、炎上系をね、廃止というか、もうまあ、失墜排除しようとしてるやり方はちょっと俺ね、賛同できないね。うん、まあ、ただで書いてる端末だからさ、運営さんに従わなきゃなんねんのはわかんだけどさ、うん。あまりにもね、これまでその YouTube から牽引してきたであろうはずの5本柱のね、一つのジャンルですよ。確かにうんさんとかにはいないよ、モノモスケ。認めてないんだろうね、モノモス系ってジャンルを認めてないんだろうけど、全員が全員さ、悪口だけ言ってるわけじゃないじゃん。ためになることもやってるし言ってるから、多分。だから、もうちょっと緩和してほしいよね。うん。ということでね、スバタでした。まあ、俺がね、何言ってもダメだと思うけどね。じゃあな。